今日は揚げない揚げパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、揚げない揚げパンを作りたいと思います。揚げパンはね、給食とかでねよく出てきたメニューだと思うんですけれども、今回はその揚げパンを揚げずにトースターで焼いて作っていきたいと思います。味付けはですね、今回ベーシックなシュガー味、きなこ味、そしてミルクココア味、こちらの3種類ご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。コッペパン、グラニュー糖、きな粉、塩、ミルクココア、サラダ油、今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、コッペパンなんですが、いろんな種類があると思います。今回ね、結構小ぶりのコッペパンを使用していきます。このコッペパンはお好みのものを使用していただいて OK です。あるいはですね、こういったものがない場合はロールパンなどを使って作っていただいてもいいかなと思います。そして今回味付けは3種類ご紹介していきます。ベーシックなグラニュー糖と、もう一つはきな粉、最後の一つはミルクココアで仕上げていきたいと思います。こちらの味付けもね、お好みのものをやってみてください。油に関しましては、今回サラダ油を使用していきますが、こちら米油で代用していただいても大丈夫です。代用する場合は香りのない油を使うようにしてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずトッピングの準備から行っていきます。最初にね、こういったポリ袋を用意してください。そして口を広げて、この中にまずグラニュー糖ですね、こちらを入れておきます。グラニュー糖味の準備はこれで OK です。続いてきなこ味ですね、こちらはポリ袋にきな粉と、あとはグラニュー糖、そして塩を一つまみ加えます。ちょっとね、塩を加えていただくと甘みが引き立って美味しい仕上がりになります。そしたらですね、こちらは材料をねよく混ぜてください。このようによく混ざれば OK です。きなこ味はこのように準備しておいてください。では続いてミルクココアですね。こちらはね、もう甘さがついてるものになりますので、このままポリ袋に入れてください。ミルクココアはこれで OK です。もし純ココアパウダーを使う場合は、グラニュー糖と混ぜて準備しておくといいかなと思います。では続いてコッペパンの準備をしていきます。今回ね、揚げないコッペパンということで、表面にサラダ油を塗って、そしてトースターで焼いていきたいと思います。なので油もね、少量で済むので節約になると思います。そしたらですね、この表面全体にサラダ油を塗りましょう。今回私はね、こういったハケを使ってるんですが、こういったものがない場合は、キッチンペーパーにね、油を染み込ませて、そして表面に塗っていただくといいかなと思います。このね、裏側にもね、塗っておきましょう。はい、このように塗ってください。あんまりね、塗りすぎるとベトっとした感じになるので、薄めにね塗りましょう。ではね、残りも同じように塗っていきます。ではね、一応キッチンペーパーでやる方法もご紹介していきます。こんな感じでキッチンペーパーを折りたたんで油を染み込ませてください。そしてコッペパンの表面全体に塗っていきます。こんな感じでね、キッチンペーパーでもきちんと塗ることができます。こちらもね、全体に塗りましょう。逆にね、ハケでやってちょっと塗りすぎてしまったなと思ったら、キッチンペーパーでね、このように拭き取っていただくといいかなと思います。ではね、残りも同じようにね、塗っていきます。あとね、ちょっと手がギトギトになるので手袋していただいてもいいかなと思います。はい、コッペパンの準備はこれで OK です。それではね、今からこちらをトースターで焼いていきます。そしたらですね、トースターの天板にアルミホイルを敷いてください。そしてここにコッペパンを並べます。そしてこのままですね、トースターで焼いていきます。焼く時の温度またはワット数に関してなんですけれども、温度の場合は200度ぐらい、ワット数は600ワットぐらいで焼いてください。焼き時間はですね、それぞれ異なると思いますので、様子を見ながら調整してください。あんまりね、高い温度とワット数でやってしまうと焦げてしまいますので、だいたい中ぐらいのワット数または温度ですね、そのぐらいで焼いてみてください。それでは焼いていきます。
はい、OK です。今ね、私のトースターで1分半ほど焼きました。表面がね、ちょっとカリッとして、この表面がテカテカするぐらいですね。そのぐらいになったら取り出してください。焼き色がつく直前ぐらいですね。そのぐらいで取り出してください。そしたらですね、もう1個も同じように焼いていきます。はい、それではね、焼き上がったので最後味付けをしていきます。この味付けはですね、必ずパンが温かいうちに行ってください。なので焼いたらすぐですね、このポリ袋に入れていただくといいかなと思います。ではまずグラニュー糖ですね、こちらコッパンを入れます。今回2本ずつね、味付けしていきます。そしたらこのようにちょっと空気を入れて口を持ちます。そして全体をシャカシャカしてください。はい、このように美味しそうに仕上がりました。それでは続いてきなこ味ですね、こちらも温かいうちに入れてください。そして同じように空気を入れて袋の口を持ってシャカシャカします。このようにね、全体にまぶせれば OK です。そして最後ですね、ココア味ですね、こちらもパンを入れていきます。そして同じように空気を入れて口を持ってシャカシャカします。こちらもですね、全体にまぶせれば OK です。それでは盛り付けたいと思います。はい、これで揚げない揚げパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがお砂糖味、そしてこちらがきなこ味、そして奥がココア味になってます。どれもね、出来たての揚げパンのように美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではね、まずベーシックなお砂糖味からいただきたいと思います。もちもちですね。ではいただきます。うんうん、外側がこんがり焼けててすっごく美味しいです。油のギトギトさもなくて、すごくね、さっぱりとした揚げパンのような仕上がりになってます。ではきなこ味もいただきたいと思います。ではいただきます。もうきな粉もすっごく美味しいです。少し入れたね、塩がアクセントになってます。では最後ココア味もいただきたいと思います。いただきます。ミルクココアもすっごく美味しいです。コッペパンのね、食感とこのココアがすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の揚げない揚げパンのポイントです。まず今回揚げパンということで、一番ベーシックなコッペパンを使ってます。このコッペパンなんですが、スーパーでね、たまに売ってない時もありますので、ロールパンで代用していただいてもいいかなと思います。お好みのパンで作ってみてください。そして今回揚げないということで、表面にサラダ油を塗って、そしてトースターで焼きました。油を塗る時はね、ハケで塗るか、あとはね、キッチンペーパーに油を染み込ませて塗ってみてください。そして焼く時のポイントなんですが、今回トースターで焼いてます。温度でいうと200度前後、ワット数でいうと600ワット前後で焼くようにしてください。あんまりね、高い温度やワット数でやってしまうとすぐ焦げてしまいますので、注意していただけたらと思います。焼き時間に関しましては、今回私は1分半ぐらい焼いてますが、こちらはですね、トースターの種類によって焼き時間が変わってきますので、様子を見ながら焼くようにしてください。目安としてはですね、表面が少しじゅわじゅわっとしてきたら取り出してみてください。あんまりね、焼きすぎると油分がなくなってしまって、トッピングがね、つかなくなってしまいます。なのでまだね、表面がテカテカした状態で、かつですね、表面がカリッとしたら取り出すようにしてください。結構ね、すぐ焦げてしまったりするので、焦がさないようにだけ注意していただけたらと思います。そしてトッピングをするときなんですが、必ずコッペパンが温かいうちに行ってください。冷めてしまうとね、綺麗にトッピングがつかなくなってしまいますので、注意していただけたらと思います。あとはね、今回シュガー味、きなこ味、ココア味、こちらの3つをご紹介しました。もっとね、いろんなトッピングもあると思いますので、トッピングはお好みでやってみてください。もしね、トースターがなくてオーブンで焼く場合は、だいたい180度から200度ぐらいでね、焼いていただくといいかなと思います。こちらの焼き時間も様子を見ながら調整してください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は揚げない揚げパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。